き。これ行こう。はい、オッケー。押せ押せ押せ。もう行くしかないな。行くしかないか。400飛ぶんだった絶対飛びます。はい、返せ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 。はい、皆さんこんばんは、みつるの日常です。本日はさっきちょっと仕事が終わりまして、これから今日肩トレをやります。久しぶりのビッグ3なしの、肩トレだけのトレーニングになります。今日もしっかりねトレーニング頑張りたいと思います。はい、ということで今肩のトレーニングをやってるんですが、1種目目ダンベルのショルダープレス。はい、基本的に肩の種目の最初は、まあ、よっぽどジムが混んでたりしなければ自分はダンベルを迷わず選択しますね。まあ、人によっては結構バーベルでプレスする人もいるんですけど、ダンベルの方がね、この前の、胸のトレーニングの時にもお話ししたんですけど、すごくバランスを取るのも難しい、結構難易度の高い器具になるので、その分ね体幹も使ってしっかり支えようとするんで、その辺の力もつけられるのかなっていうまあそんな考えでやってますね。はい、しっかりコントロールして、一応10回を4セット目標なんですけど、今日はね 31.8 キロで、1セット目が、10発で、2、3セット目多分9回ずつかな。でこれ今4セット目になるんでラストセットなんですけど、一応ね最低8から9ぐらいはできるようにちょっと頑張って、はい、ちょっと浅くなってもいいんでしっかり回数やりたいと思います。4セット目は8レップかなんで、2、3セット目よりちょっと1レップ下がっちゃったんですけど、まあ、さっきスタートする前に、まあ、最低8から9というふうにお伝えしたので、まあ、そこはギリギリクリアできたんで、まあ、ひとまず今日は良かったかなと思います。次はねちょっと見えるかな、見えないか後ろにある今度マシンの、ショルダープレスをやっていきます。あれも一応4セット、はい、目安で頑張っていきたいと思います。今日は結構気温が低かったんですよ、この日ね。今ちょっと撮影してる日なんですけど、今日暖房つけたら思ったよりちょっと暑くていい感じです2種目目です。マシンのショルダープレスいきます。これも10回かな、10回を4セットです。でさっきのダンベルショルダープレスほど無茶してあげるようなフォームと軌道はちょっと使わないようにして、なるべく負荷を乗せたままちょっとやっていきたいと思います。まあ、ちょっととりあえず見ててください。マシンのショルダープレスの、まあ、自分の中での一つのコツとしては、下ろすときと上げるとき両方負荷を絶対に抜かないっていうのを意識してますね。そうなってくると自分がしっかり扱える範囲のコントロールできる重さで丁寧に下ろしてあげるっていう、そんな感じでやってますね。はい、このマシンはね結構、まあ、人それぞれ好き嫌いが分かれると思うんですけど、自分はすごい気に入ってて、エニタイムさんとかでもよく入ってるようなマシンになるので、うちも同じやつ入ってるんで、結構視聴者の方とか、やっぱそのたまたま YouTube のおすすめとかで動画を見ていただく方とか、大体の方がエニタイムユーザーの方だと思うので、そういった方でも
あのこのさっきのダンベルショルダープレスもそうだし、この、マシンのショルダープレスもやっていける、やっていただけると思うので、まあ、ぜひね、ちょっと見ていただいている方で、エニタイム行っている方いたら、ちょっとこれ探してみてください。多分ね、大体あると思うんですよね。肩のトレーニングのマシンって、そもそも種類が少ないんですよ。規模が小さめの、あの小規模のエニタイムさんとかでも、なんか大体このマシンは置いてあると思うんで、ちょっとよかったら見てみてください。ダンベルのリアレイズになります。で、これはね、ちょっと特殊な動きをするんですけど、この状態でダンベル握ってお辞儀するようなイメージで体を前に倒して、でこの状態で肘から引いていきます。簡単なやり方としてはこんな感じです。自分が持てる限界の重さでいいんで、結構この自分がいつもやってるリアレイズっていうのはリアの種目なんですけど、でレイズ系の種目なんですけど、重さが結構扱いやすい種目になってるので、皆さんぜひやってみてください。リアレイズ4セット終わりました。このねリアレイズはさっきも話したんですけど本当に効くんで、ぜひやってみてください。またちょっとね機会があれば解説したいんですけど、次は4種目目、またリアの種目なんですけど、今度はこの後ろにあるケーブルマシンを使った、フェイスプルやります。軽く添えるっていうよりは、よく人によっては親指外してサムレスグリップで握ったりする方いるんですけど、しっかり5本の指で掴んであげてください。で掴んだらちょっと巻きつけるようなイメージ、手首の向きなんですけど横ではなくて縦にしてあげてください。ケーブルがこのまま真上に、ね、繋がっているので、ここの高さに頭を入れ込んであげるイメージですね。変にグッて下に入れすぎちゃうと逆に効きが悪くなってしまうので、しっかりこの状態で斜め上にケーブルがあるので、そこに頭を沿わしてあげて、あとはこのまま肘、左右の肘を引いてあげます。で引き切った時に、今ちょっとリアルね動いてるの分かると思うんですけど、あんまり引きすぎちゃうと胸がどんどん張ってきちゃうので、これ背中のトレーニングみたいになっちゃうので、しっかりとそこは、胸は張らずにしっかりすくめた状態で、頭の脳天の部分にケーブルを開きながらぶつけていくイメージ、ちょうど引いた時にこういう感じで90度に近いようなイメージで引いてあげます。で引いたらそのままちょっとストレッチかけてもう一回引いてっていうのを繰り返していくようなイメージになります。ちょっと見ててください。今みたいな感じで、引いていきます。リアのね種目って結構筋肉自体がすごく小さいので負荷を乗せるっていうのがすごく難しいんですけど、この感覚さえ掴んでしまえば、この今自分がやってるフェイスプルもケーブルのアタッチメントだったりとか引いてくる時の感覚フォームっていうのも結構オリジナリティあるようなフォームになるので、トレーニングってもちろん解剖学とかね正しいフォームでしっかりやるっていうところ、その基礎的な知識っていうのは大事だし、自分も勉強はしてきたつもりなんですけど、そこから先っていうのはやっぱり自分の体に合ったフォームだったりとか、あとはやっていく中で掴んでくる自分の感覚っていうのがあるので、最終的にはやっぱりトレーニング、感覚に行き着くと思うんですけど、ただいきなり最初から感覚頼りっていうよりは基礎的なところをしっかり学んだ上でこういう感じで応用していくと、すごく筋肉の成長にはいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで次はリボルビングバーっていうのかな、これ、はいね、ちょっと曲がってるやつ、これ多分よくジムとかにあると思うんですけど、これかもしくはストレートのバーで大丈夫です。どちらか使ってケーブルでアップライトローやっていきます。これも4セットかな、4セットやっていきます。
はい、ということで、最後の種目ですね、サイドレイズです。4セットで回数がまあ15回を目安にやっていくんですけど、ちょっときついなって思ったら12とかぐらいでやめる時もあります。ちょっとあんまりね振り回しすぎても良くないんで、今日は18キロとかでちょっとやっていこうかなと思います。でもサイドレイズも本当にね、いろんなコツがあってね、難しいと思うんですけど、基本的にはやっぱり僧帽筋をね使いすぎない、基本的な形は一緒だと思います。まあ、一つ自分の中で意識していることといえば、まあ、ももの前側にダンベルを戻してくると思うんですけど、その時の、ストレッチ、ちょっとね三角筋のチューブが少しダンベルが降りることによって伸びる感覚も、大事にしてやってます。フリーウェイトなんで結構ストーンって落としちゃう方が多いと思うんですけど、少し自分の中で気持ちね粘るイメージで下ろすっていうところはサイドレイズでは意識してますね。結構やっぱり地味な種目ではあるんですけど、もうトレーニング始めた頃からずっとやってるのかな、かれこれ8年くらい、なんだかんだでやっぱ三角筋、まあ、肩を鍛える上ではやっぱり外せない種目にはなってくると思うので、本当に自分もしっくりサイドレイズが来るようになったっていうのはここ 2,3 年くらいだったんで、もうそれまではやっぱりコロコロね、いろんなフォーム、まあ、動画とかで見よう見まねでやったりとかっていうところで、いろんな人がやってる情報を自分なりにこう選択しながらやってきた。これはもうサイドレイズに限らず、他の種目だったりとか違う部位のトレーニングもそうだと思うんですけど、セットの組み方だったりとかトレーニングの方法、いろんなところですけど、やっぱり今の時代って本当にたくさん情報があるんで、まあ、難しいとは思うんですけど、自分の中でねしっかり選択を誤らないように、皆さんが選んでいけるように自分も発信していければなと思ってます。まあ、ということで今日はちょっとこの辺でね、動画の方終わりにしようかなと、思うんですけど、また違う部位もねしっかり時間があれば解説しながらね、こうトレーニングしていければなと思いますので、まだチャンネル登録の方ねしていない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録のボタンを押してくださいよろしくお願いします。また皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。